ルーシー・ベインズ・ジョンソン・ターピンは、アメリカ合衆国の実業家、事前家である。第36代アメリカ合衆国大統領の、リンドン・ B ・ジョンソンとその妻のレディ・バード・ジョンソンの次女で、ある。ワシントン・ D.C. で生まれる。姉のリンダ・バードがいる。ファーストネームはもともとは、ルーシーであったが10代の頃に、両親への反抗心から、ルーチに変更した。両親は共に、 イニシャルが LBJ であったことから、娘二人にもこの法則に基づく名を付けた。父はディサイプルスであったが、母はエピスコパリアンであり、ルーシーとリンダはエピスコパリアンとして育った。ルーシーは18歳の時にローマカトリックに改修し、条件付き洗礼を受けた。彼女は生後5ヶ月の時に、テキサス州オースティンのエピスコパル教会の神父から、 水と三位一体の名で洗礼を受けていた。ローマカトリックの教えではすでに洗礼を受けた、回収者が二度目の洗礼を受ける必要はないとされているため、彼女の再洗礼はエピスコパル教会の有力者から抗議を受けて話題となった。1963年11月22日、ジョン・ F ・ケネディ大統領が ダラスで暗殺された時にルーシーは16歳だった。彼女はナショナルカテドラルスクールでスペイン語のクラスに出席している時に暗殺のニュースを聞いた。彼女は父親の安否については知らなかったが、事件から数時間後にシークレットサービスが校内に現れ、父が第36代大統領に就任したことを理解した。ルーシーはその後ジョージタウン大学看護、 保健学部に入学したが、1966年8月にパトリック・ニュージェントと結婚すると、同校が既婚者の在学を禁じていたために彼女は同年内に中退した。1993年以降に彼女はファミリーオフィスである LBJ アセットマネジメントパートナーズの取締役会長と支配人を務め、また1989年に夫と共同で設立した。 ビジネススイーツの取締役会長を務めている。1997年に彼女はセントエドワーズ大学でコミュニケーションの BLS を取得した。彼女はさらに LBJ 財団の理事を務めるほか、複数の市民団体の役員、レディ、バード・ジョンソン・ワイルド・フラワー・センターとアメリカ心臓協会の資金調達、ボストン大学の評議員、センター・フォー・バタード・ウィメンの諮問委員会員を 努めている。LBJ 大統領図書館での映画、オールザ・ウェイ・ JFK を継いだ男のプレミア上映にて、1966年8月6日、ルーシーは空軍周兵のパトリック・ジョン・パット・ニュージェントと、ワシントン DC の無限在の親鳥の聖母協会で700人の招待客の前で結婚した。この結婚式はテレビで放送されて5500万人の視聴者を集め、 また、1966年8月19日付のナイフ氏の表紙を飾った。夫婦は、息子のパトリック・リンドン、娘のニコール・マリー、レベッカ・ジョンソン、クラウディア・テラー・ニュージェントを設けた。その後、二人は離婚し、1979年8月に、カトリック教会により婚姻が取り消された。1984年3月3日、 スコットランド生まれのカナダ人投資家のヤンジェ・ターピンと再婚した。彼は LBJ ランチで LBJ アセットマネジメントパートナーズの社長を務めている。また結婚したことによりルーシーは軽視を持った。2010年4月、彼女は抹消神経系に影響を及ぼす自己免疫疾患であるギランバレー症候群と診断され治療のために ミネソタ州ロチェスターの名誉クリニックに運ばれた。彼女は同年5月にテキサス州オースティンに戻った。彼女は医者から通常よりも症状が軽いと診断され完全に回復した。ありがとうございます。